俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、まだ普通にですね、中国版 PUBG モバイル、こちらの方ですね、やっていこうと思います。さらの野良動画です。それでは、やっていく。うわ、めっちゃ多いんだよな、今回、軍事基地。めちゃくちゃ多い。やばい、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 やばい。銃ない？銃は。OK、QBZ。もう QBZ さえあればなんとかなるね。あ、一回おるやん。一回なし、ちょっとね、裏取りせんといけんね、あいつ。裏取りもクソもなかった、ほんとな。もう一人おるんだよな、これ。あいつ外おるんか。珍しいところおるな。でもそこね、ちょっと不意つかれるんだよね。危ねえ。これはね、QBZ が強かったから倒せましたね。あ、まだ家の中おるん。ちょっと多すぎだろ、ここな。まあ今回多かったしね、仕方ないんだけど。とりあえず外のやつをやって、あと家のやつもやっとかんといけんすね。危ねえ、マジちょっとね。危なっかしいけど、まあやったのはいいや。多分あいつ3階におったんやろうね。やけん俺が大体どこにおるか把握しとったやろうな。この部屋の2階か1階にあるどっちかにおるっていう風に考えてたろうね。まあでも、1階はないか。2階からじゃないと、さっきの外の敵倒せんけん危なかったな。敵に完全に俺把握されとったんやな。まあ裏取りされないね、されづらい場所におったのがね、こうそうしましたね。まああいつがでも立ち回るとしたら、強いて言うなら2階のね、外側のドアから入ってくるべきやったかもしれんですね。まあ、いくら物資が欲しかったって言っても、そこを走り回るのはちょっと危ないと俺は思うけどね。お、SR 落ちとるやん。なんやろ、これ。あ、M24 か。そうそう、最近っすね、射撃戦場、中国版 PUBG モバイル、M24 がね、結構ドロップするようになったんですよ。まあ、確率的に言うと、カーとあんまり変わらんすかね。カーとあんまり変わらないぐらいの確率でドロップするようになりました。いや、気持ちカーより少ないから、まあまあ M24 ね、結構ドロップするようになったんで、まあ、だいぶね、ちょっと今までよりね、立ち回りとか装備部分が変わりますね。これどうなんだろう。一応、今のところね、M24 はね、俺軍事基地でしか見てない。軍事基地にしか降りてないけんわからんだけど、まあ、あんまり落ちてない印象はでもありますね。まあ、これがね、押し取ることで結構ね、やっぱり、できることっていうのが増えますんで、拾うことでできること増えますんで、やっぱ嬉しいっすよね。まあ、これがあったんで、自分荒野行動でもそうやったんですけど、PUBG でもね、今までその、タンスなんて使わなかったんですよ。ただやっぱりね、どっちのゲームでも、こうやっていろんな仕様変更が来ましたんで、ちょっと使うように、どうしてもその、例えば AR のスコープ覗きとか、ね、レースナのスコープ覗きとかでできることには限りがあるな、っていう部分は最近感じましたので、こうやってね、タンスナを持って、少しちょっと練習するようにしてますね。まだちょっとね、人様にね、見せられるような、タンスナさばきはできてないんですけど、まあね、人に見せれるような、そういうね、使い方ができるようにね、ちょっと練習しておきたいですよね。ああ、もうちょっとこれエイム合わせんといけんすね。もうちょっと早くエイム合わさんと、ちょっとこれ厳しいかもしれんす。あんでね、まあ、荒野行動と違って PUBG モバイル、だいぶね、ジャイロが強いんで、ああいう場合は、ジャイロできちんと微調整した方が僕は強いかなっていうふうに思います。今のはね、ちょっとジャイロ使い切れてなかったんで、まあ僕の中では反省点ですかね。ちょっとなるべくジャイロを使ってね、合わせるように、最近ちょっと心がけてますね。まあ荒野行動しよって、荒野行動でも最近タンスナを使うようになったんですけど、まあそちらでタンスナを使うようになって、まあ良かったメリットっていうのが、なんつうかな、これをね、狙えば、こういうことをしとけばタンスナ当たるよっていうのがわかるようになったんで、まあ荒野行動でのプレイも、まあ、PUBG モバイルの足しにはちょっとなってますね。やっぱりその今までねタンスナ僕使わなかったんで、もう使うことほとんどなかったんで、もうレンスナとか
AR、もう相手の体に当たればいいやぐらいでやっとったんですけど、まあ、頭を狙い出したことによって、まあ、全体的にエイム力というか、うん、立ち回りというか、プレイの違いが出始めたかなと思います。まあ、技能を上げるんだったらね、やっぱりタンスナ使わんといけんだろうなというふうに思いました。やっぱね、連射できる銃ばっか使うと、そういうエイム力に関する技能っていうのは、まあ、落ちるんだなというふうに、まあ、最近ちょっと自分でね、ちょっと自覚できる場面が増えましたね。今みたいな時にですね、速射できてすぐやれるようになるとだいぶ違うんですけどね、レンス、あ、タンスナもね。あいつ3ヘルか。今落ちただろう。ヘッドやったよね、多分。のっぱら走っとる時にダメージ入れとるんで、あいつ多分ね、今体力100じゃないと思うんだけどな。落ちないんだ。まあ、体力100やったか、もしくは体にね、腕に当たってから、ダメやったのかどっちかですけど、まあ、どっちにしろなんか釈然としないですね。まあこういう時にねきちんとやれるように練習しときます。まあね、後ろ側をクリアリングしつつね、あと4人までこぎつけましたよ。こっからね、まあさっきからずっと敵方が戦っとるんで、まあ向こうの坂下ぐらいでずっとね、バチバチしよるみたいですね。まあな、多分一人こっち寄ってくると思うけど、それをやってしまいたいんですけど、どうなるかね、これね。まあ銃声もしたんで、ほぼ向こう側におると思います。自分ね、こういう場所のね、最終の立ち回り、俺マジで苦手なんですよね。本当に苦手で、うん、ちょっとね、課題なんですよね。まあ、今回はね、ちょっとね、ずっとのっぱらに伏せて、最後までね、ちょっとイモリ気味に動けばなんとかなるんかな、みたいな、そんな風にね、思うんで、ちょっと試しにね、イモリつつ、ちょっとやってみようと思います。たまにね、それでイモっとってね、俺やられることあるんで、これ間違いなくね、うざい戦法ではあるんですよ。ただ、その、これで必ず勝ち残れるかって言われたらね、なんとも言えないところなんですよね。スクワットとかやったらね、この戦法で間違いなくいいんですよ。スクワットデュオとかやったら、それでまあ味方が生き残っとるのであれば、これで間違いなくいいんですけど、ソロの場合はな、必ずしもこれじゃない気がするんだよね。まあ、敵の場所は把握してます。一匹はね、正面、頭に、対して正面の坂下、もう一人は頭に対して少し右側の坂下におりますんで、まあ、うまくね把握してやっていきましょう。まああとは右側からねちょっと回り込まれないように気をつけます。まあ、左から回り込むのはねほぼ誰もしないと思うんで股になりますし、右側から回り込んでくるかな、うん、多分そんな感じだと思う。頭に絡みて右側におるやつがちょっと俺の方に回り込んできて、まあいい場所を取っていくのかなって感じですね。いやでも緊張するよね。この伏せて隠れてる時が一番緊張する。その、イレギュラーというか、相手が気づくか気づかんかっていうね、戦いになってくるけん。めっちゃ怖いんだよ。その、100% 安全ってわけじゃないじゃないですか。リスクを 70% ぐらい削れてはいるけど、30% ぐらいの確率でここ見つかっちゃうじゃないですか。自分そういう場所ね、めちゃくちゃなんか不得意なんですよ。なんか、確定 100% っていう計算ができなかったら僕、立ち回れないんで、ちょっとね、そこら辺ちょっと、もう少しアバウトに立ち回れるね、練習をせんとけんなって最近思います。あ、回り込んできた。これやろっか。うん、もう立ち上がっていい、立ち上がっていい。やろうやろうやろう。うわ、あと一人来るよね。刺激戦場やしな。
うわ、今絶対俺ドンカスできると思ったのにな。ほんとこうなるのがね、自分の中での課題ですわ、ほんとね。まあね、こういう時の立ち回りをしっかりできるようになれば、僕もね、もう少し上手くなれるのかなと思いますので、頑張ろうかなと思います。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくです。それでは。